次に高市国務大臣。高市国務大臣。経済安全保障担当大臣、また経済安全保障、科学技術政策、宇宙政策、クールジャパン戦略、知的財産戦略を担当する内閣府特命担当大臣としてご挨拶を申し上げます。経済安全保障分野については、安全保障の裾野が経済分野にも拡大する中、国家及び国民の安全を経済面から確保することは喫緊の課題です。まずは経済安全保障推進法の着実な実施に向け、特定重要物資について、民間事業者に対する支援などを通じて、安定供給確保を図るほか、引き続き先端重要技術の研究開発支援を進めてまいります。基幹インフラ役務の安定提供確保や、特許出願の非公開の制度についても、関係者と緊密に連携し、運用開始に向けた準備を進めてまいります。また、経済安全保障分野におけるセキュリティクリアランス制度については、本年6月の有識者会議において取りまとめていただいた中間論点整理を踏まえ、制度設計に向けた検討を進めてまいりました。先月再開した有識者会議で一層議論を深め、次期通常国会における法案の提出に向けた準備を進めてまいります。さらに、国民の生活や経済活動を支える重要な産業が直面するリスクの継続的な点検などを実施した上で、措置の不断の見直しを行い、政府一体となって必要な取り組みを進めます。重要土地等調査法については、これまで219箇所の区域指定を行いました。区域内の土地等利用状況調査などを着実に実施するとともに、今後も区域の指定を進め、安全保障上の重要施設などに対する機能阻害行為を防止すべく、万全を期してまいります。先端科学技術の急速な進展や、経済安全保障環境の激変などに直面する中、経済成長の原動力となる科学技術イノベーションの重要性は一層高まっています。第6期科学技術イノベーション基本計画に基づき、政府の研究開発投資約30兆円、官民の総額約120兆円を目指すとともに、統合イノベーション戦略2023を踏まえ、先端科学技術の戦略的推進、地の基盤と人材育成強化、イノベーションエコシステム形成などを推進していきます。特に AI、量子、バイオ、フュージョンエネルギーなどの分野における戦略強化、戦略的イノベーション創造プログラム、ムーンショット型研究開発制度、経済安全保障重要技術育成プログラムなどの戦略的な研究開発、大学ファンドの運用、地域中核大学などへの支援、日本版 SBIR 制度の実施などの重点施策を推進してまいります。加えて、今年5月に開催された G7 仙台科学技術大臣会合における共同声明を踏まえ、オープンサイエンスの推進や研究インテグリティに関する対応にも積極的に取り組んでまいります。宇宙政策については、宇宙空間における活動を通じた経済や社会の変革は急速に進んでおり、安全保障の観点からも重要性を増しています。本年6月に策定した宇宙安全保障構想、および改定した宇宙基本計画を実現に移してまいります。まず、我が国が開発すべき技術を見極め、宇宙技術戦略を策定します。また、JAXA の戦略的かつ弾力的な資金供給機能を強化し、スタートアップを含めた民間企業や大学などを支援します。H3 ロケットなど、新たな基幹ロケットは、我が国の自立性確保と国際協力競争力強化に不可欠です。打ち上げ失敗の原因を究明し、対策を講じた上で早期の打ち上げを目指します。さらに、デブリ対策など、国際ルールの整備、我が国独自の小型衛星コンステレーションの構築、日本人宇宙飛行士の月面着陸の実現、準天頂衛星の7基体制の整備と11基体制に向けた検討と開発への着手、衛星データの利用拡大などを推進します。知的財産戦略については、日本のイノベーションを活性化し、国際競争力を強化するため、標準の戦略的活用、デジタル時代のコンテンツ戦略、生成 AI の普及に伴う知的財産の在り方の検討などを推進するとともに、新たなクールジャパン戦略についても検討を推進してまいります。
医療分野の研究開発については、超高齢化社会を迎えている我が国において、重要な政策課題となっている認知症について、治療薬の開発、脳科学に関する研究開発に果敢に取り組んでまいります。また、今後の感染症危機に備えた国産ワクチンや治療薬の開発生産体制の強化、再生細胞医療、遺伝子治療など、健康医療戦略を推進してまいります。このほか、原子力利用に関する基本的考え方に基づく原子力政策、遺棄化学兵器処理を推進するとともに、特定秘密の保護に関する制度を適切に運用してまいります。星野委員長をはじめ、理事、委員の皆様のご協力を、ご協力とご指導を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。